ラオケって楽しいね。お姉ちゃんと二人でも楽しいけど、アクアのみんなで来るともっと楽しいよ。みんながアクア以外の歌を歌うのってカラオケ以外だとあんまりないから新鮮なんだ。シャロンとアゼリア、ギルティキスで活動するときはそれぞれまた違う雰囲気になるけど、カラオケだともっと自然体って感じだよね。今日はあなたもいるし、いろんな歌がいっぱい聴けるのも嬉しいな。ルビーはお姉ちゃんとカラオケに来るといろんな歌を一緒に歌うんだ。最初と最後の曲はいつも同じって決めてるの。あなたはどんな歌が得意？あれ、カラオケってあんまり来たことないの？心配しないで、今日はルビーがついてるから大丈夫だよ。うん、その歌ルビーも好きだよ。サビでハモるの気持ちいいよね。え、ルビーが一緒にハモっていいの？やったあなたをマイクで応援しちゃうよ。ルビー、次はどんな歌を歌おうかな。あ、新しく入ったこの歌ずっと歌いたかったんだ。え、あなたも？あなたと一緒に歌いたいって思ってたから嬉しい。ねえ、今度の順番が来たらルビーとデュエットしようよ。